皆さんこんばんは。海外メーカーの交渉スペシャリスト、林和馬と申します。本日ですね、テスラの CEO です、またイーロン・マスク氏がですね、前回のネガティブなコメントとは一変して仮想通貨の方をサポートするというね、話をまたね、ツイートしたんですね。これがですね、どのような出来事だったのか、これについてですね、ご紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味があったら、ぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、そうですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきましょう。イーロン・マスク said he supports cryptocurrency in a battle with fiat money, government backed coins and bill. イーロン・マスクはですね、法定通貨、フィアットマニーというのはですね、要は政府が支援している、まあ、紙幣とか硬貨に対しての戦いで仮想通貨をサポートするということですね。まあ、今後法定通貨に対してですね、仮想通貨が今後重要になってくるということに関してイーロン・マスク氏はですね、支援するというふうに言ってるんですね。The Tesla CEO Elon Musk tweeted his support for cryptocurrency over fiat money on Saturday. Bitcoin rose shortly after Musk's tweet. Musk has history of tweeting about cryptocurrency relative to fiat money. このね、ツイートした直後にですね、ビットコインが少しまた価格が上がったというのが言っておりまして、マスク氏はですね、ここ最近仮想通貨に関して多くツイッターでコメントしているというところで、彼ほどの影響力がある方がこういちいちこうね、ツイートをしますとですね、相場がそれに反応しているという状況が起きております。前回はですね、環境に排出するエネルギーがね、膨大なことというから、ビットコインの決済をね、受け入れないとかね、テスラさんの車を購入するときにですね、ビットコインでの決済っていうのは受け入れないっていうことをね、言ったりだとか、もしかしたらテスラが保有しているビットコインもちょっと売るかもね、みたいな感じのツイートすることによってですね、相場がガンガンと落ちたりとかしてたんですけども、まあ、今回今度は逆にですね、支援するという、ね、言葉を言って、もしかしたらね、この間にテスラさんがね、またビットコインを買ってる可能性もありますね。なので、本当に彼のね、ツイートっていうのはですね、相場をちょっといろいろ操作しているようなところなんて、現代版のですね、価格操作みたいな感じになってます。もともとね、ソーシャルメディアがない時代っていうのはですね、インサイダー取引とかっていうのはですね、内部の方が仕入れた情報で、まあ、先に得をするとかいうところがあるんですけども、最近ではですね、すごくね、公的にもね、影響力がある人が、例えば、ビットコインを先に買っておいてですね、ビットコイン素晴らしいってやったら、まあ、バーって上がったりとかじゃないですか。そして、利確して売りに行けたりとかするってこともね、できちゃうので、本当に、この今、彼ほどの影響力がある人がですね、仮想通貨に関してね、頻繁にツイートをするっていうのはね、いかがなものかっていうのはですね、多くの方が言っているんですけども、まあそういったことでですね、市場がいちいち反応している状況ではあります。イーロン・マスク氏はですね、もともと仮想通貨に関しては、かなり支援はするけれども、いう形で今言ってるんですけど、まあ、彼ほどの影響力ある人がやるとですね、いろいろ相場に影響が出てくるという感じですね。ただ、一方でですね、彼ほどの著名人がですね、仮想通貨という形で、多くツイートをして仮想通貨の認知度を上げていくっていうことはですね、いい宣伝活動、マーケティングにはなっているというふうに思ってますので、そういったのもですね、多くの世界の投資家たちがですね、ビットコインに多く投資しているっていうのはですね、世界の 1,2 の時価総額の会社であるこのテスラ社の CEO がですね、いろんなことをツイートしているからっていうのもあると思います。はい。まあですね、今日のお話はですね、前回のネガティブなツイートとは一変して、今度はね、仮想通貨を支援するというお話についてですね、イーロン・マスク氏がツイートしたということについて本日はご紹介させてきました。引き続きですね、今まだ下げの状況は続いていて、方向がない状況に今なってきてますので、次の大きな動きまでですね、しばらく調整が続く可能性があるということを覚えておいてください。はい、それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったときもできればぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。またツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からよろしくお願いします。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.